ルーザーズランの末の子来ました。そう、表初戦で負けていきなり敗者側に落ちてそこからなんとか8まで来たけど2倍の数でこなしてね、パセリに負けて終わってしまったっていう、はい、ちょうど戦ってる、まあ、そんな自分を倒していたプレイヤーね、プレイヤーのね、いやーにっくき相手っすよ、うん、プレイヤーを中立で見ていきましょう。まあそうですね、中立でね、あくまでもちょっと、はい、そうですよ、そう、あっという間に 106%。 フォックスが着地狩り展開を作ったらというところですね。うまいですね、ふくそし、うん、手の仕掛けに行きますが、パセルマン選手もジャンプ温存で復帰。いや、気まずい、大ジャンプで上からの仕掛けがダウンに行く前、飛んじゃうの、なんか引き行動とかみ合ったのかなとか、ちょっと低かったんで、とはいえですね、あれ激しちゃうんだな、致命エフェクトは出てましたからね。うん、さあ、そうですね、ベレットの空中ニュートラル、サイテイクのランディングフォース出たら、硬直差めっちゃ短くて11ですね。そうですね、結構あれ、しかも2択になるんですよね、うん、最終段を出すか着地するかの2択になっちゃうので結構確認難しくて、反撃取りたいけど取りづらいっていう。そうですね、上り最速で打つと着地硬直が出ないけど、そうですね、効果を入れると着地硬直、着地のランニングフォースが出るっていう、うん、結構その2択が本当に難しい技だと。ファイアホックス復帰、そしてワイヤーに対しては無類の強さを誇る持続。そうですね、ファイアホックス持続というか発射前の部分が確認しづらいんで当たったかどうか、うん、結構ああいうのやりがちですね、ワイヤー自分もよくやります。フェア選手もね、戻れるかというところでワイヤーを引き戻しはしたんですが、竹村選手の判断が早くそこに置いてあった。シェルワイメルと対空で結構技当てますね、うん、かなりね、こう横軸で捉えるのが難しい落下速度、ね、ジャンプ上昇速度を持つ、うん、フォックスという相手に対して、そう、横に速いって縦に速いか、縦に速いから、空前空後みたいな技って当てづらいんですよね。そうですよね、うん、ちゃんと当ててるのすごいですね。細い線をしっかりとフォックスの軌道を読んでうまく当てているが、反転し空中しろ、低すぎる飛びギリギリ届く、先上がりイリュージョンで戻っていく、クールロックを生かして冬に勝つあたりからクエスターをダブルアップして上手まし、最終段までしましたね。これがランディングホース、そうですね、をシールド仕切っての感じですね、はい、ちゃんと確認して上手ま、裏に回られると相当確定反撃を取れるファイターは限られますけど、そうですね、正面であればね、はい、ちゃんと11レベル、うん、だ結構ベート側もそのちゃんと裏に回るっていうのは結構クエの打つときは特にこういうフォックスみたいな前側の反撃が強いファイター相手にはかなり意識しないといけないんですけど、まあ、やっぱ機動力が速いから、ね、足が速いですからね、相手はね、その前提でこう軌道を計算しているものの相手が速すぎてずれるとか普通にあるんで、先読みで置いてちょっとでも距離感を誤るとね、そうですね、正面という展開もあるでしょう。踏み台使って踏み台を作らず様子見の選択、そうですね、多分今のは普通に空中ジャンプでフェイントしようとしたんですけど、多分踏み台になっちゃって、あ、じゃあちょっといいやと思って、踏み台になると高すぎてバレちゃうんですよね、こう行動が。大ジャンプした展開とほとんど同じになってますね。そうですね、まずいぞ、2番ジャンプ、やっぱタイミング合わさるとかなり危険な技ですからね。そうですね、ダウン内側起き上がり読んでる、まあ、上ね低く飛んで復帰瞬間、なるほど、ファイアホックスを横に当てていくが上必殺技を拒否する部分まではね、そうですね、かなり良かったんですけども、うん、結構軌道難しそうですね、まあ、斜め上に思いっきり上にやるのと軌道とあったんですけど、まあ、ちょっと難しい方を選んで、まあ、結果ちょっと見せてしまったって感じですね。上京から空中前、空中へ1段で受ける、空中ニュートラルからダッシュ攻撃、カスあたりでもいい暴れ、暴れ通して一撃状況、上探しですが的確に横強駆け展開、ジャンプ読みのクエヌ、クエヌ着地狩りで置いてくる、横強近接拒否って、うまいですね、今の打ち回避の投手からも、うん、いいタイミングでラインを奪って、で中央陣取る回避様子見に掴んで崩して場外に追い出していきますが、上必殺技、あの位置で出してこうステージをガッと掴むのではなく、ああなっちゃうんだな、ファイターを掴むんですね。クエヌ対空着地がりですが、大ジャンプに上スマッシュ、ジャンプコードをよく見てました。
そのジャンプだったらね、まだ横の差し合いでちょっとそうですね、ウルスマッシュ当たるかなというところでしょう。ああいう場面でちゃんとああいう思い切ったタク、あの負けてる時にしっかりと倒しきるタクを選べるのはさすがパセリマンって感じです。2人とも振り込みます。武器阻止を狙うような武器が見えたが、ファイアフォックス戻ってくる。ミケル潜り込むガスカシ着地からクエヌ、はい、内側起き上がりを後ろ投げ、クエヌを出していくが、これはジャンプを使わせたのに空中しろ、低く飛ぶ技絶対に崖、クエヌで固めていきますが、うまい暴れ、ジャンプ読みに回答して上スマッシュですが、その若い火が通っている。着地狩りクエヌ、ちょっと漏れが怖いが、内側回避、相手の呼吸の隙に刺してくる。2段に反応、ウエスマッシュ正面でシールドしたからにはこのバリを受けてもらうぞというところ、ダッシュ攻撃に上必殺技、ダメージは十分入って QN からダウンにダッシュ攻撃先端。いや、そうですよ、QN ベクトルすごく低いんで、ヒット確認というか、その何だろう、ダウン確認、そうですね、ダウン確認がめちゃくちゃ難しいっていう。ありましてはフォックスですからね。そうですね、落速度も速いし移動も速いんで、うん、ああなってしまうのは。さあ、トゥーマン11、試合展開が早すぎる。このスリマンが2戦目密着展開を作る頻度が増えたかなっていう印象だったんですけど、途中からそこをこう避けて回避が結構途中から通り出して、回避でラインを回復してそこから展開取られてみたいなのが割と多い印象でしたね。ただ上からの仕掛かられる回数が露骨に減っていたように見えますが、パセリマン選手ここでクロムを選択。なるほど、クエに対してクエの反撃から場外に追い出していく。クエネどっちに飛ぶか難しい、大ジャンプをクエネに取る、折りクウエからクウエ繋いでいく、大上展開、クウエクウエクウエから空中しろ、クロモの特権です ね、 ですね。序盤はロイより空上で大手玉がしやすい、はい、パス当たりがないので、うん、結構その判定戦にも勝ちやすいというかです、ね、リターン勝ちがしやすいですね、判定戦に勝つというのは。ここでいきなりのダッシュ攻撃、崖外に追い出して 92% 撃墜に差し掛かっている。ジャックで固めて回避にジャックから空中しろですが、ラインを押し上げた分体重を生かして戻ってきている。ジャンプの空中しろ、2度のジャンプでかわしていく。今の一連の崖の流れ完璧でしたね、パスリマンは、うん、最後空中しろさえちょっとミスったんですけど、それ以外はなんか完璧な読みというか相手の行動をうまく誘導してましたね。下強からジャックでさらにジャック固めですが、空中に飛べて反撃へ低く飛んで上表耐久から空中着地狩り、かなり航空でヒットしたのでこの回あって激痛ですね。思った以上に上に判定が出るっていう、ね、うん、あの空中で侮れないですね。そこから紐戻っていくが、回避上がりに横呼吸を混ぜるとジャンプない、空中前で激痛。69で致命エフェクトが出てたのはちょっとびっくりですけどね。本当にどうなってるのと。どの道復帰は積んでいた。ジャンプ読みミスサトザニュートラル回避を通している。下強横呼吸段確認、プロももう十分爆発力あるんで、うん、まだどうなるか分かんないですね。空中上裏手を狙うがちょっと難しいか、最終段難しい、最速で出せばね。そうですね、ビョンビタ、うん、めちゃくちゃ難しいだろうな。しっかり11か、回避通して上強反転してシールドしている。空中前通って大ジャンプ、空中前2回ですよ、クエの沖に崖離し横一つが下京、受け身を取っていなければ危なかった。そうですね、今の下京当たったらもう激痛でしたね。クエから切り込んで空中後ろを狙うがニュートラル回避、崖を捕まってジョギの上ひさつが氷を、難しい、うん、難しくしましたね。そうですね、ああいうのがあるから結構その前側にしか判定出ない系の技って怖いんですよね、出すのが。クロムの上必殺技いくつだったっけ、